2023年2月18日、ウクライナ軍参謀本部はロシア軍が18日にウクライナ国内に向けてミサイル16発を発射したことを発表したよ。東部ドンバス地方のドネツク州の集落や西部フメリニッキー州内のインフラ施設などの民間施設に着弾して被害が出たとしているぜ。今後もウクライナ全土に向けてロシア軍のミサイル攻撃が継続される恐れがあるとして警戒を続けているね。さて今回は、ロシア軍によるミサイル攻撃が続いていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。参謀本部では、東部戦線においてこれまで激戦が展開され続けているドネツク州のバフムト、リマン、アブディーフカの他ハルキウ州のクピャンスクなどに攻勢を仕掛けているものの、ウクライナ軍の反撃によって多大な損失を出して進軍できていないと指摘したよ。また、ウクライナのゼレンスキー大統領は19日のビデオ演説で、ロシア軍が攻勢を強めている東部戦線におけるウクライナ軍の抵抗について触れ、ドネツク州のウグレダール付近では極めて重大な損失を与えたとして、東部戦線では状況は非常に複雑であるがウクライナ軍は戦っており、侵略者であるロシア軍を打ち破り、極めて重大な損失を与えていると語ったんだ。ウクライナ軍によるとゼレンスキー大統領が公表したドネツク州ウグレダールでの戦闘について2月13日に、ロシア軍は過去1週間だけで戦車36両を含む装甲車両130両を失っていて、これは1個戦車大隊が保有する戦闘車両数以上だと地元メディアに述べていたね。さらに、ウグレダールではロシア正規軍の精鋭部隊である第155海軍歩兵部隊1個旅団が、ドネツク州の州都ドネツクから南西に 50km ほどにあるこの地を、拠点としているウクライナ軍から脱出しようと攻撃したが、ウクライナ軍による返り討ちにあったほか、ウグレダールのさらに西にあるマリンカ付近においても撃退されて、5000人からなる同部隊がほぼ壊滅状態となった可能性が高いとの情報も報じられていたぜ。ロシア軍は3ヶ月にわたりウグレダールの制圧を試みているんだけど、ドネツク人民共和国 DPR の国防相とされているイーゴリ・ストレルコフ氏は、ロシア軍の兵士らはウグレダールでは射撃場の七面鳥のように撃たれているとして、ロシア軍の人海戦術による稚拙な作戦や行動を非難していて、テレグラムにロシア軍では多くの優れた戦車だけでなく、精鋭揃いの空挺部隊員や海軍歩兵隊員が失われているとの内容の投稿をしたんだ。また、イギリス国防省は12日の戦況報告において、ウグレダールだけにとどまらずロシア軍の損害が拡大していることについて、様々な要因が絡んでいる公算が大きいが、具体的には熟練した兵士が少なく部隊間の連携が欠如していることと、最前線一帯において装備資材が不足していることにもその原因があるとの分析を示したみたい。このウグレダールをめぐる戦闘については、アメリカのシンクタンクである戦争研究所 ISW もまた、ドネツク州ウグレダール近郊において攻勢に出ていたロシア軍部隊は戦術的な失敗を犯し、壊滅的な損害を受けて敗退したとの分析を報告していて、この敗退によってこの方面で攻勢に出ていたとみられるロシア軍は主導権を失い、ウグレダールはウクライナ軍が確保していると伝えているよ。この地域においてウグレダールは周辺を見下ろせる高地に位置しているため、ロシア軍がここを制圧することで、ドネツク州西部におけるウクライナ軍の補給線を脅かすことが可能となる重要な拠点であるとされ、一方のウクライナ軍にとっては、このブフレダールを確保しておくことでドネツク州の州都ドネツクの奪還から、将来的に南のザポリージャ州の奪還作戦を展開するための拠点として活用できる要衝として、両軍にとって非常に重要な地域であち、さらにブフレダールの制圧によって、ドネツク州とザポリージャ州の連絡を断たれる可能性があり、両軍にとって南部戦線にも少なからず影響を及ぼすことが指摘されているな。ゼレンスキー大統領は具体的にはロシア軍がドンバス地方のバフムト、ウグレダール、マリンカ、クレミンナなどでより多くの損失を被るほど、より早くこの戦争をウクライナの勝利で終わらせることができるだろうと述べ、ウクライナ軍司令部の拡大会議を開催したことを明らかにして、他の地域の防衛状況についても説明し、
黒海に面する南部のオデーサ港付近はウクライナ側の統制下にあり、ロシア軍が一部支配しているザポリージャ州ではウクライナ軍が州都ザポリージャを含む中心部を防衛していると述べて、戦っている部隊を称賛し、その他の地域における戦況についても言及し、ロシアとその同盟国であるベラルーシと国境を接する北部においては、これまでのところ非常に良い結果が出ているとしたんだ。また、イギリス国防省によると、ロシア軍の1日あたりの戦死者数は、これまで最も多かった2022年2月のウクライナ侵攻開始時の規模に近づいているとされ、ロシアの民間軍事会社ワグネルが最近、受刑者の戦闘員の募集は完全停止したとして、創設者のブリゴジン氏が明らかにしており、この先も軍全体の兵員確保に苦慮するとなれば、プーチン政権がこれまで否定してきた第二弾の動員令が発令される事態が現実味を帯びてきたとする見方が広がっているね。また、ロシア軍内においては武器弾薬が欠乏していることが伝えられているみたいだね。とはいえ、ワグネルの砲兵部隊がロシア国防省に対してウクライナでの戦闘に使う弾薬を追加供給するよう訴えているというぜ。我々は毎日複雑な任務をこなしていて、自分たちの戦闘部隊だけでなくロシア正規軍の強襲部隊の援護なども担当しているが、現在は弾薬の補給を完全に断たれた状態にあると述べて、ワグネル砲兵部隊においては榴弾砲や対戦車砲、迫撃砲の弾薬が不足していることを訴えたみたいだな。そして彼らは、我々は国防省の仲間や友人に訴えかけており、倉庫のどこかにある使用可能な弾薬があるものと確信し、それらが提供されることも確信しているとした上で、我々には今すぐ弾薬が必要だと説明し、もしロシア政府や軍が我々の任務を理解した上で支援を実施して、こうしたタイプの弾薬を素早く供給してくれれば、大いに感謝するだろうとしているよ。これまでは独自の補給網を持っていていると見られていた民間軍事会社のワグネル従業員が、正規軍に向かって弾薬の提供を要求するほどロシア軍全体の補給体制が逼迫していることが見て取れ、現時点では軽装備でただひたすらウクライナ軍陣地に突撃させる人海戦術も、やがて立ち行かなくなるだろうとの見方が広がっていて、焦るロシア軍がこの先、核兵器使用などさらなる無謀な作戦を展開してくる可能性が懸念されているみたい。その中で戦争研究所は18日、ロシアのメディアがウクライナにおいて原発への電力供給を遮断して緊急停止させるために、関連インフラ施設の攻撃を提唱していると指摘したよ。さらにウクライナの原子力企業エネルゴアトムは同日に、南ウクライナ原発の上空を巡航ミサイル2発が飛行したとして、ロシア軍による核テロだとして非難していたね。この件に関連する情報として、ウクライナ外務省が19日にロシア軍が占拠し軍事拠点化している、ヨーロッパ最大のザポリージャ原発に常駐している国際原子力機関 IAEA 専門家の交代を、ロシアが拒んでいるとして非難する声明を発表したみたい。これに対してロシア国防省は同日、ウクライナ軍が放射線事故を意図的に起こしてロシアに責任を押し付ける挑発行為を企んでいると主張しているのであるが、2月24日に侵略開始1年を迎えるにあたり、何らかの戦果を求めながら東部戦線で結果を出すことができないことで、ロシア軍がザポリージャ原発を攻撃して核兵器を使用する以上の衝撃をウクライナ側と西側諸国に与え、国民の不満をそちらに向けさせて解消しようとしているのではないかとの見方もあるんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。